国民議会は、東ティモール共和国の一院制議会。独立とともに、それまで国連統治下での政権議会から移行して発足した。選挙の詳細は2018年東ティモール国民議会選挙を参照。2017年に選挙が行われ、東ティモール独立革命戦線が第一党となったが、書記長のマリ・アルカティリが、東ティモール再建国民会議のシャナナ・グスマンとの約束を破り、首相となった。そのため、東ティモール再建国民会議と連立を組むことができなくなり、さらには他の政党とも組めなかったため、少数与党として政権運営をせざるを得ない状況となった。その後、約束を破った影響により、シャナナ・グスマンの協力が得られず、野党が徹底抗戦したため、政府提出の法案2本がブロックされ、予算の成立も見込めない状況へと陥ってしまう。行政運営が行き詰まった状況を打開するために、2018年に選挙が行われた。選挙の結果、変化と進歩のための同盟が第一党となり、全議席の半分以上を獲得し、東ティモール再建国民会議は与党へと返り咲いた。選挙の詳細は2017年東ティモール国民議会選挙を参照。選挙の詳細は2012年東ティモール国民議会選挙を参照。2012年7月の国民議会選挙の結果、シャナナ・グスマン首相が率いる与党 CNRT が65議席中30議席を獲得して第一党となり、選挙前の第一党であったフレティリンは25議席で第二党に後退した。この他に民主党が8議席、フレティリンから離党した勢力が結成した。フレンティ・ムダンサは2議席を獲得した。CNRT のみでは過半数には達しなかったため、民主党とフレンティ・ムダンサを加えた3党による連立政権を8月8日に発足させ、グスマンは首相2期目を務めることになった。2007年6月の議会選挙で、フレティリンは前大統領シャナナ・グスマンが東ティモール再建国民会議を結成して選挙に挑んだため、65議席中21議席と大幅に議席を減らしてしまった。かろうじて第一党となるも、グスマン率いる CNRT に18議席をとされた。ジョゼ・ラモス・ホルタ大統領は挙国一致内閣の構想を唱えるも、フレティリンの賛同を得ず、グスマンを主犯に野党連合、CNRT、AST、PSD、PD による組閣を行った。フレティリンは第一党から首相を選出するという東ティモール憲法に違反するとことを唱えているが、議会は正常に機能している。ありがとうございます。